ロバート・ラザロ・アンディーノは、アメリカ合衆国、フロリダ州マイアミ出身のプロ野球選手、ウト右ミギウチ、MLB ボルチモア・オリオールズ所属。2002年の MLB ドラフト2巡目で、フロリダ・マーリンズに入団。契約金は75万ドルだった。2005年9月4日のニューヨーク・メッツ戦で、メジャーデビュー。2006年からは、遊撃のハンディー・ラミレス。 二塁のダン・アグラが、マーリンズで不動のレギュラーとなり、アンディーノにはなかなか昇格のチャンスが回ってこなかった。マーリンズ時代のメジャー出場は4年間で計79試合に止まった。2009年4月1日にヘイデンペンとのトレードで、ボルチモアオリオールズに移籍した。同年は控え遊撃手として78試合に出場した。2010年4月4日に40人枠から外されるが、 ウェーバー工事中に他球団から獲得の申し入れはなく、トリプル A 級のオフォークタイズに降格となった。9月のロースター拡大に伴ってメジャーに復帰した。2011年は、ブライアン・ロバーツの離脱により二類種としての出場機会が増え、自己最多の139試合に出場。初の規定打席到達を果たした。9月28日のボストンレッドソックスとのシーズン。 最終戦では、ジョナサン・パペルボンからサヨナラダを放った。これにより、タンパベイレーズの逆転ワイルドカード獲得が決まった。2012年は打率、211と低調な成績に終わった。2012年11月20日に、トレーボン・ロビンソンとのトレードで、シアトル・マリナーズへ移籍した。2013年5月24日に、ィーフとなり、マイナー降格となった。 2013年7月31日にトレードでピッツバーグパイレーツへ移籍。10月1日に FA となった。2014年1月7日にパイレーツとマイナー契約で再契約した。この年のメジャーでのプレーはなかった。2015年3月に独立リーグアトランティックリーグのサマセットペイトリオッツと契約。2015年12月14日に フルスのマイアミ・マーリンズとマイナー契約を結んだ。2016年は開幕を参加のトリプル a 級ニューオーリンズ・ゼイファーズで迎え、8月14日にメジャー契約を結ぶとメジャーロースター25人枠入りし、3年ぶりのメジャー昇格を果たした。9月15日にリーフとなり、20日に自由契約となった。2017年2月7日、 オリオールズのスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。